広村堤防付近の空中写真、国土交通省国土画像情報をもとに作成。広村堤防は、和歌山県有田郡広川町にある防漏堤防、国の史跡に指定されている。広川町には、室町時代から堤防が存在したが、現在広村堤防と呼ばれている堤防は、安政元年に発生した安政南海地震の後に、浜口五領の指揮のもと築造された。 後にこの堤防は昭和南海地震の津波の際などにおいて効果を発揮した。広村は湯浅湾の最奥部に位置するため古くから津波で甚大な被害を受けてきた。室町時代の大 a 6年に豪族畠山氏が紀伊の領主となると津波対策として海岸に石垣を築いた。石垣は海面からの高さが一軒半、長さが400万の堅固なものであった。 この石垣はコンクリートで補強され現在も災害対策に活用されている。石垣が作られたことは、広村がその後繁栄した要因の一つと言われている。広村はその後最盛期を迎え、人家が1700個に達した。慶長9年、慶長地震により津波が発生し、広村は大きな被害を受けた。ただし、この記事は疑問視されている。現が5年になると、 徳川頼りが、紀州の藩主となった。そしてその後の漢文年間に、湯浅湾に、和田の石底と呼ばれる石垣が作られた。これは、湾内の船を高潮から守るためのもので、長さは120件あった。この石垣が作られたことによって、広村は中継港としての機能を持つようになった。しかし、法永4年。 方影地震が原因で起こった津波によって、広村は壊滅的な被害を受けた。当時の広村は1086個の規模で、湯浅1000件、法1000件、同じ1000件なら広が良いと謳われていたが、この津波で850個が失われ、192人の死者を出した。津波によって、和田の石堤は崩壊したため、修復が施され、今日は2年に工事が完了した。 しかし、効下4年に石垣は再び破損した。住民は藩に対して石垣修復のための願書をたびたび提出したが、財政的な都合により、修復はなされなかった。浜口五両詳細は、稲村の日を参照安政元年11月5日、安政の大地震により、広村の339戸に被害をもたらした。しかし、稲村の日で知られるように、浜口義平や当主であった。 浜口五良は大量の藁の山に火をつけ、地震の二次災害である津波から広村の村人を救った。その結果、流出家屋125戸、半壊家屋56戸の被害を受けながら死者は30人に抑えることができた。安政地震による津波の被害によって広村住人の多くが家や職を失った。また村人は津波の再来に怯えて他の村へ移住する者も出るようになった。 地震から教訓を得た五両は、同志と大堤防の築造を決意した。五両は、浜口吉右衛門の賛同を得て、紀州藩に上申書を出した。上申書では、広村の現状について述べた上で、高さ2軒半、長さ500余間の堤防を作る許可を求めた。工事費用は五両が負担するとした、藩からの許可が得られたため、安政2年2月から堤防工事が始められた。 地震から3ヶ月後のことである。工事は主に広村の村民の手により行われた。もともと五両の堤防建設計画には津波で職を失った村民に堤防建設という仕事を与えて生活を安定させることで村人の流出を防ぐという目的もあったのである。農飯期には工事の仕事を休んでもよく、また仕事をしたその日に日当が支払われるということもあって村民は 喜んで作業に当たったという。またこの堤防建設には、重い年貢がかけられていた電磁を堤防にすることで、農民の負担を軽くするという効果も見込んでいた。工事は、安政5年12月まで続けられ、堤防の長さは370件となった。目標の500件には達していないが、外国船のトライなどといった、社会不安が高まってきたこともあって、ここで工事は中断された。 この工事で要した人員は延べ56,736人。費用は、銀94巻344問目であった。現代の金額に換算すると、米価換算ではおよそ3億7千万円、賃金換算ではおよそ18億6千万円になる。この費用はすべて五両が調達した。五両は、当時の山佐町支店の支配人である、浜口孫兵べ及び、平米と交渉し、 最終的に、安政2年に818両、安政3年に700両、安政4年に500両、合計2018両が、調子から送られた。この費用を穴埋めするため、調子店では安政4年に、醤油の大増産を実施し、その結果、過去最高の生産工を達成することができた。また、他店からも資金が送られてきているものと、推定されているが、記録には残っていない。 広村堤防から見た海、手前の石垣は畑山氏が築造したものである。五漁氏後の大正2年、広村に高波が襲来した。この時、広村堤防が波を防いだため、村井の被害は食い止められた。昭和8年に広村堤防の傍らへ、浜口五漁の偉業と徳を称える観音碑が建てられた。昭和19年12月7日、昭和東南海地震によって、 津波が発生した。この時も広村堤防はその役割を果たした。昭和21年12月21日、昭和南海地震が起こった。この時に、広川町に押し寄せた津波は4メートル、または5メートルに達した。堤防はこの時も町の人々を津波から守り、堤防のある地域の被害は一部の家が浸水した、程度にとどまった。ただし、堤防のない耐久中学、 日東宝石工場、社宅周辺は、被害が大きく、22人の死者を出している。昭和26年から昭和36年にかけて、畠山氏が作った堤防と五両が作った堤防に、護岸改修工事が施された。広村堤防の赤門、五両の堤防の海寄りに、畠山氏の堤防がある。五両の提案により、二つの堤防の間には、黒松や崎木といった、 傍聴林が植えられている。黒松は山で育った木の中から選び出して植え替えた。また古良はハゼの木も植えている。これは木が大きくなったら、実から取れる木狼を使って狼則を作り、それを売った金を堤防の修復費用に充てるという狙いがあった。この計画は後に実を結び、収益は一時期町の財源にも充てられた。なお、 五両が植えた黒松は、松食い虫の被害にあってすべて枯れてしまった。現在の黒松はその後に植え直したものである。堤防には切り通しが2箇所あり、そのうちの1箇所には、防潮扉が設置されている。この防潮扉は、赤門と呼ばれ、1926年に初めて設置された。現在の赤門は九百八十年に作られたものである。堤防の中央付近には、 1933年に建てられた観音碑がある。広村堤防の上は歩道になっており、地域住民が掃除や草刈りなどの手入れをしている。平成21年に広川町高地区、上中野地区の住人のうち28名を対象にしたアンケートによると、広川町のシンボルとして多くの住人が広村堤防を挙げ、この堤防に対しても好意的な回答を述べている。 堤防の効果については、昭和南海地震での津波などにおける効果については、認められているが、堤防の外側では、被害が発生し、死者も出している。この地区の立地上の危険性については、昭和南海地震発生前の1930年代から、今村昭常によって指摘されていたのであるが、この津波で死亡した広川町住人の多くは、地方から来た防石港であったため、 過去の津波に対する知識が不足していた。また、将来の襲来が予想されている南海、東南海地震に対しては、現在の5メートルの高さの堤防では防ぎきれない、恐れがあると言われている。以上のことから広川町では、津波による被害を防ぐための教育などによって、防災意識を高めている。一方で、現在の広川町役場が、費用不足で内陸部に建てることができず、 広川堤防よりも海側に建てられているといった問題点も指摘されている広川町では毎年11月に観音日の前で津波祭りが行われている。これは明治36年に始まったもので、この行事では地元の小中学生が土を持ち寄り堤防への土盛りを行っている。また平成14年からは稲村の日祭りが開催され、平成19年には 稲村の日の館が開館するなど、防災教育を進めながら、これを町づくりの一環として地域の活性化につなげようという動きが進んでいる。その中で、広村堤防は中心的な位置を占め、浜口五両や津波災害について思い起こさせる遺産としての役割を担っているとも捉えられている。ありがとうございます。